クリス・ブルックス何を狙う。これは間落ちちゃう。これ今リング内でよくやってますけど、そうですね、まさか場外でやると思わなかったですね。でもこういう動きがお互いに何も相談しないでパパッとできちゃうっていうところがすごいですよね、相手が何をしたいかっていうのを本当にその場ですぐ分かる、読めるんですよね。外に出しちゃいましたね、はい、多分この広いスペースが必要ってことなんですかね、まあ、どこでも戦う術を持っているのは CDK です、まあ、一部はチョコレート広場でね、そこら辺のスキルはかなり鍛えられているはずです。そうですよね、狭いなら狭いで広いなら広いで、その場その場での、ね、やり方はやっぱり、なんだなんだこれ、優勝ゲート、ゲート、ゲート、転倒防止用の重りを、なになになに、うわー、これ相当重いですよ、ギロチン状態です、はい、ああ、しかも乗った乗った、いやいやいや、いや、あ、上の固定です、固定、これ間を動けないですよ、このゲートこんな使い方した時初めて見ましたね。これ何、場外カウント数えちゃう、これリングアウトを狙ってます、アスカが達成に入ればいいんですが、アスカはアスカで場外でグロッキーです。さあ場外カウントは20まで、こんな状態でリングアウトを狙うなんてちょっと初めて見ましたよ。これはマオは自分でこれ抜けられますか、権利あるのはアスカなんですかね、権利がそうですね、権利があるのはアスカ、そうですね、孤立させてるんですね、これでね、これは分断ですか、分断ですね、ということは今チャレンジャーチームはいわゆるチームとしての機能を全く失ってると、はい、完全にアスカのローンバトルということですね。これは考えました。まあ、三田さん、はい、前のチャレンジャーチーム秋山岡田組でね、そういったそのプロレス感の違い、まあ、いわゆるかなり論争になりました。またさらにレフリーを使うでは以上にこのゲートを使ってきましたね、はい、まあ、前回もね結局防衛して秋山は負けは負けっていう風に言ってましたもんね。真央選手もかなりこのみんなの予想ができないことをするタイプですけど、真央が自分もまさかこんな目に遭うとはっていうところはあると思うんですよね。これどうしますか、ゲートごと引きずってってますか、まあ、徐々に近づいていってますけども、ベンチプレス、ベンチプレス、ベンチプレスと、ね、その間に、その間に、その間に捕まっているオクトパスストレッチ、これはちょっとアスカ危ないですよ、アスカもさすがにこれは無理か、おお、ベンチプレス、上野勇気のアドバイスによって今真央がこのゲートから脱出しようとしています。さすがサウナカミーナの絆、ベンチプレスの要領でした、抜けた、抜けましたよ。でもね、これしばらく挟まれていたダメージが残っています、ありますね、今すぐどうのこうのというのは難しそうです。チャレンジャーチームちゃんと戻ってきたの見えてますよ、うまい、しかも あくまでもまだ分断するつもりですね、やっぱりそのタッグマッチはいかに分断するかっていうのは非常に大事な、大事な戦略です。おっと危ないですよ、クリス・ブルックスがこのゲートを元に戻そうとした、ちょっと待ってください、それ何何何何何、危ないですよ、それスピーカー固定されてないですよ、怒りの魔王が、怒りの魔王がこのゲートの上に、ゲートもね固定されてないですもんね、後ろを向いてアンサルトアタック、